はい、皆さんこんにちは。マクガイバーの小部屋へようこそ。本日のテーマは特撮です。ご紹介するシリーズはゴジラシリーズになります。そしてご紹介する商品はこちら、裏向いちゃってますけども、こちらはですね、ブルマークより、昭和50年頃に、発売されておりましたブルペット Z 合金ジンクロンというシリーズの中のゴジラになります。合金というぐらいですので、こちらはですね金属製です。はい、でいうとこの超合金なんていうふうにね言われた頃なのかなと思うんですけども、私はですね、ゴジラ好きですけども、この存在をすっかり忘れてまして、店頭でたまたま見つけた時にですね、はあこれ知ってるということでですね、本当にこう記憶がわっと蘇ってきたんですけども、このシリーズ、そしてですねさらに驚いたのがですね、普段はあまり言わないですけども、値段がもうびっくりしまして、これネット等でね箱付きとかですよ、箱付き完品とかなると2万いくらとかいう値がついてるようですけども、なんと私330円税込みで、購入しました。330円です。ありえないですよね。はい、ただ箱はないんですけども、後でお見せしますが、中の、付属品などは全て揃っています。はい、もう本当にラッキーでした。はい、ではねこちらの紹介したいと思います。まずですね、こういきましょうかね。塗装いきましょうか。塗装はね、このねここに緑が見えてますよね。これがね全体にもっと塗られてたようなんですけども、その辺りはほぼ取れてしまってるかなと思いますね。ここにも残ってますよね。それからですね、重さいきましょうか。重さはですねほんとかなり重くて、漫画本ですね、青年コミックといいますかね、ああいうちょっと大判のコミック本6冊よりも重いです。本当にずっしりします。それだけで何かねこう所有感というかね、のは満たされる感はすごくあります。あと、こうフェイスですよね。どうですか？お顔どうですか？いいですよね。しっかりね、目の塗装も残ってますからね。はい。ゴジラらしいフォルムですね。で、もう次のギミックがですね、これ、口がパカッと開くんですよね。はい。横に向けると口が開くっていうね、歯もちゃんとありますね。はい。前を向けるとね、ストッパーがあるんで降りないんですね。それから、手の関節はねこのようにしっかり動きますね。両方動きます。指の表現もちゃんとされてます。それから足ですね。足はこのように駆動すると。で、尻尾言いましたっけ。尻尾ねこういう風に可動ね、関節があるのでしっかり可動します。で、この足ですけどもね、足裏見ますか。東宝 BP ジャパンね、BP17 ですね、ジャパン。これが型番ですよね。そしてこれで、ね、ブルペット、ね。で、ブルマークですね。ブルマーク、ね。これがあるだけでやっぱりね、もう、証ですよね。はい。本当に嬉しくなります。そして次のね、ギミックなんですが、ここからがもう驚きの展開で。だこれはあくまでこうロボットなんですよね。なので、ここはなんとですね、開いちゃうんですよね。わかりますか？開いちゃうと、ここにね、まずこう戦車が入ってます。これが戦車の通る道、誘導路になってます。ね。これ戦車。よくできてますよね。ちっちゃいですけどね。そしてですね、上行きましょうか。ここにね、これ、飛行機が入っています。はい。要は格納庫なんですよね。はい。そしてですね、ここに何かちょっとわからない突起があるんですが、これをなんと引っ張ると伸びるんですね。はい。よいしょ。はい。で、これがね、指令室だってわけですよ。このゴジラを動かす。で、ここに人がね、2人乗ってるんですよ。これなんか前に手を伸ばした人がね、2人乗ってるんですね。これ指令室。なんか不思議ですよね。そしてですね、このシリーズというかね、商品の最大の特徴がですね、ちょっと待ってください。なんか動きが悪いですね。ここにですね、なんとミサイルが入ってるんですね。はい、これミサイルがね4本ついてるんです。これ2本取りまして、こういうミサイルですね。でですね、これをここにつけるとカチャッとね。で後ろにスイッチあるんですよ。それを押すとね、やりますね。すごい威力なんで。というね風にミサイルが飛び出るというまあ商品なんですよね。はい。本当にね、もう遊び心がいっぱいです。ね、これがゴジラかと言われるとね、それは違うだろうという、ね、方いらっしゃると思いますけどもね、それはいいんですよ。やっぱりこういったものをね、当時の大人の皆さんがですね、子供たちのために何かということで考えてくれた結果なんでね、こういう遊び心は本当に嬉しいなって思います。はい。ね。これから他にもね、シリーズがそのメカゴジラや、バラゴンもあるようですので、今回のようなラッキーはそうそうないと思うんですけどね、また巡り会えたらなと思う次第です。はい。いかがでしたでしょうか。本日はですね、昭和50年頃にですね、ブルマークより発売されておりました、プルペット Z 合金のジンクロンというシリーズの中のゴジラのご紹介でした。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画がね、よろしかった気に入っていただけました方はですね、グッドボタン、またチャンネル登録、継続視聴していただけましたら幸いです。また、なんかこんなチャンネルあったよと、このマクガイバーの小部屋というチャンネルの紹介していただけましたら幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。